そうだよ。今、7時ですね。先ほどから2、30分ここでやっていますが、全く当たりはありませんね。今日は空はこういう感じでね、曇ってるし、釣れなくても良い、釣れればなお良しと。釣り前ですね。船上で竿を1本出して座禅を組むということですね。風が1メートル、少し吹いてるな。竿先はゆらりゆらりと、魚がやってくれば、挨拶に来ればぐいっと中に入ります。しますね、どんより天気でね。島はっきり見えないな。どうですか、今日はもうサバが来るまでさ、いろんな釣りをしてみよう。サバが やってくるまで、じっと待つか。サバティーニを待つか。サバが来るまで船をゴンゴンゴン揺らしてね。波が綺麗だね。波と光との空の反射の色と楽しめばいいんだよな。あれがもうすぐしたら来るだろうな。今年はシラスが全くの不良と言ってますね。あそこの先っちょでシラスがやってるけど、全くシラスが取れない。しかし今年は大変湧いてるという話ですが、今日は全然イワシのナブラ君が大運動会やってないね。休んじゃった。よし、釣れればなお良しと。